なくなった？はい、13機関の時、ビクセンと名乗りレプリカの研究をしていたエベンは我々と共に人間に戻ったのですが、ずっと意識が戻らないままで、リアがここを立った頃に姿を消したんです。ここにいるエレウス、そしてお二人を案内したディランが街中探し回ったのですが、発見できませんでした。そうなんだ。レプリカは残ってないのか？そもそもレプリカの研究自体未完成でしたから、資料は残っているでしょうが、実際に心を宿すほどのものは残っていないでしょうね。エベンが行きそうな場所は知らないかい？エベンも我々も今はただの人間です。もうこの世界から出る術はありません。闇の回廊なら我々にはもうそんな力はありません。その力を持つ者がエベンを連れ去ったとしたら。そうか、新13機関もまだ欠落がある。その欠落をレプリカで。イエンシッド様のところに戻ろう。ソラたちにも来てもらうんだ。人として復活したのに、また機関のメンバーとして戻っていいのか？ああ、かまわんさ。むしろいざとなったら私を消したアクセルたちは信用できない。そのおかげで、人として復活したんだろう。私にとって大事なことは研究だ。人であろうがなかろうがそんなことはどうでもいい。私の研究を完成させることが大事だ。レプリカ。ああ。もはやレプリカは人形ではない。心さえ宿せば、血肉を持つ完全な人間の器となる。それを聞いて安心した。その研究によって最後の器を完成させるために、お前を機関に招いたんだ。ビクセン。はい、お疲れ様です。山です。キングダムハーツ3続きやっていきます。さあ、裏でもいろいろあるみたいですけども、ラプンツェルに関しては映画ではね、あの後本当のお父さんとお母さんに会ってプリンセスとして迎え入れてもらって、ちゃんとねまあさらわれてしまったんでね、幸せに暮らしたっていう流れだったと思います。で、髪の毛の力については、時を戻す力があったんですよ。で、それを使ってね、育ての母親であるゴーデルかな、は永遠の若さが欲しかったっていうところですよね。で、独り占めしたかったっていうことで、あの塔に、縛り付けてたということですね。で、髪の毛の力は、一度でも髪を切ってしまえば、もう使えなくなるっていうことなんで、だから伸ばし続けていたっていうことですよ。で、その秘密を知ってたんで、ユージーンは最後に解放してあげようとしたっていうことですよね。で、まあ、髪切ったのになんでユージーンが復活したのかっていうところについては、もともとその復活の、時を戻す力は、その、花に宿っていた力なんですよね。で、それを持って、かつてラプンツェルがね、助けてもらったっていう経緯があったんで、もしかしたらその力が髪の毛じゃなくて本体にも、ラプンツェル本体にも宿っていた、まあ残っていたっていうところがあるんじゃないのかなっていうところで、はい。そういう感じですかね。はい、じゃあ行きましょうか。次は、新しい宙域が出たって言ってたんで、チップかな？デールかな？チップかな？さあ次行きましょうか。次がね、こんな感じ。なんか黙々に囲まれてるのはまだいけないっていうことだよね。これが、アレンデール、レベル26。24。モンストロポリス。モンストロっつったらさ、いや違うよね、これは。ピノキオの、ああ、これ、わかった。モンスターズインクかな？だよね、この下の扉が、だよね、これ。なるほど。
これもね、結構好きな作品ですよ。個人的には歴史、歴史は2回ぐらい見た気がする。3回ぐらいかな。なんか再放送とかも含めて。はい。じゃあ、こっからかな。これからスタートですね。はい。ちょっと待って、雪降ってない？なんか雪降ってんだけど、どういうこと？さあ、ちょっと待って、マーキングしようか、まずは。どこだ？ここね。待って、出発はしなくていいや。マーカーセットして、直で行きましょうか。どうだ？こっちか。氷？凍ってんの？どういうこと？これ一個一個が何なんだろうね。宇宙じゃないの？あの、氷の惑星とかもあるよね。高さが。ブーストしながら。うわ、氷があると思えば、溶岩地帯もある。あ、ちょっと待って。取れない？これ。これ調べるっつったけど、調べてないな。取り方がよくわかんない。あれ星座だよね。またあれ欲しい。あれを、どうやって写真撮るの？ここか。ん？角度が違うのかな？いいぞ。あ、こういうこと？これ何？インプ。なんで？魔物じゃん。はい。ブーストしてね、サクッと行きましょうよ。あ、ん？これはワープゲートじゃん。違う？壊れたワープゲートかな？いや。ん？あ、なんか敵いる。無視よ、無視よ。あ、目的地は？あと1100メートル？メートルじゃないね。すげえすげえ。全然敵と戦ってないけど、まあいいよね。とりあえずあの設計図だよね。紫の石をどうやって破壊するのかっていうのをほんと調べとかないと。あ、これか。ワープゲート。はい。さあ着いたね。扉でかいね。OK。なんだこれ、ドレッドシャーク、かっこいいね。あ、時間もあるからパクっていこう。おせえ、なんだこれ。あ、嫌いか。はい、特殊ウェポン使えますね。ちょっと待って、待ってよ。あ、お、尻尾が当たった。オッケー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 。当たってる？まあ、効いてる気がしないよね。はいはい。これ避ける。避ける。結構やっぱ時間かかるね。はい、ステルス。はい。危ない。食われる。サクッといきたいけど、さあ、ザザザ。あ、早っ。めっちゃ溶けてくんない。あ、危ない、危ない、危ない。はい。通常弾が全然効かねえな。はい。あ、もうちょっとで残り1本。危ない。嫌いが多いな。嫌いが多いな。危ない。もうちょっとで溜まる。溜まった。急げ。当たんない。当たんない。溶けていくよ。数多くない？はい。やばいやばい。数めっちゃ多いんだけど。はいはい。はい、服薬ね。
いんじゃない。あれ今んとこなんかダメージ全然食らってないな。そんな気にする必要なかったかな。さあラストかな。決めちゃおう決めちゃおう。A ランク、いいね。 OK 行こう。各星ではこういうのが絶対待ってんだね。はい、素敵。姿がこの世界の秩序ってことか。そうそう、それもやっと分かってきたね。ん？でもやっぱり二人怖いな。離れて歩いてほしいな。お互い様だよ。いや、でも慣れると二人とも面白く見えてきたよ。どういう世界なんだよここ。空って意外と怖がりだね。真心込めて脅かします。どういうこと？悪者の会社かな？この姿もそうだし、この世界は怪しいな。とりあえず確かめてみよう。誰だ？わあ、まずいよサーリー、こんなとこ見られたら。別に隠すことじゃないだろう。お前は社長なんだ、示しがつかないだろう。いや、だからこれは違うんだ。そうだ、人間の子供を見つけたんだ。 CDI に連絡しなきゃ。確かそう、コード835だ。お前たちがその子を脅かしてるのか？そう、いや、違う、もう脅かしてもいないし、悲鳴も集めてないよ。マイク、落ち着けて。そらも落ち着いて。あの子、笑ってるよ。こんにちは、俺は、ソラだよ。ブー。そうか、ブーか。こんにちは、ブー。お？君は人間を見ても平気なんだね。マイクはザースキー。違うよ、ブー。俺がマイクだよ。マイクはザースキー。確かに似てるかもな、ギョロメちゃんなところとか。違うよ、ザーはジョナズ。マイクはザースキー。グフィーだよ。俺はサリーで、こいつは知ってるって、マイク・ワゾースキーだろ。ん？どうしたんだい、ブー。なに？ハートレッシュ！違う。
あれはハートレスのエンブレムじゃない。じゃあ何？なんだかずいぶん昔に見た気もするな。ともかく味方じゃない。ちょっとだけここに隠れてて。お友達ってわけじゃなさそうだし、なんだか厄介なことになってきたな。ともかくブーを守らないと。わかった。ちょっと待って、これすげえな。マイク何ができんの？あ、すげえ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 。マイク任せろ。お敵を引きつけんのかな。あー、体当たりいいね。で、この敵はアンバースですね。ハートレスみたいなもんかと思っ、まあハートレスでいいと思うんですけど、別に。バースライスディックに出てくる敵ですね。ほい。もともとは主人公の闇の部分の人格が生み出したね、敵なんですけど。はい。なぜかこの世界にもいるということで。これなんだこれ、でかいな。ブースハンマー。なんか、硬いな。あ、すげえ。空の見た目が赤くなってる。もう止められた。出てる。はい、だ。ちょっと待って。止まるんで、一回。はい、ドリルパンチ。フィニッシュまで出しちゃおう。オッケー、多分これで。おい。最近体がなまってるんじゃないか。まだまだマイクには負けないさ。にゃんにゃん。今のやつらのこと知ってるのか。ハートレスじゃないんだよな。なんだっけな。王様が前に話してた負の感情がなんとか。アンバース？そうだ、それだよ。アンバース？昔、王様と消えた3人のキーブレード使いたちが戦っていた魔物だよ。消えた3人のキーブレード使い、今探してる人たちだよな。そうだよ、ゾラの光になる3人なんだ。おい、でも、どうしてあんな昔の魔物が。悲鳴たちを集めてる穴だよ。だからもう集めてないって。それより君たちの話はさっぱり意味がわからないんだけど、まず王様っていうのは、俺たち、よそからあの悪さをする奴らを駆除しに来たんだ。害虫駆除的な。よそから？どこ？とっても遠くだよ。まあ、君たちのことはいいとして、さっきの魔物は危険なの？とっても。ブーも怯えてたしな。サリー、残念だけど、ブーと遊ぶのはまた今度にしよう。そうだな、マイク。まずはブーを返そう。その子をどうするの？ブーは俺たちと深い縁があって、別の世界から来てたんだけど、そんな危険な状況なら家に帰さないと。わかった、それなら手伝うよ。え？またアンバースが出てくるかもしれないから、俺たちも一緒に行くよ。そうか、駆除専門の君たちが一緒なら心強い。ありがとう。放っておけないだろ。それにアンバースがどうして現れたのか調べないと。
まずはブーを家に返さないと。笑いフロアに急ごう。さあ行こう。はい、やっていきましょうか。もう悲鳴は集めてないって言ってたから、映画の後の話みたいですね。映画ではね、まずこの世界の住人、まあモンスターは悲鳴の力をエネルギーに変えて、それを使ってこう生活の、なんだろう、あれいろいろに変えてたんですよね。電力とかなんかにいろいろに変えてたんですよね。でまあそれでやってたんですけども、まあ最終的にはね、笑いの力がなんだっけな、悲鳴の力の10倍の力が出せるってことが分かって、よく分かんないけどね、笑いの力をね、回収する方向に転換したっていうこと。だからもう集めてないね。はい。で、あのブーが言ってるニャンニャンっていうのは、あのサリーのことですよね。なんかよく分かんないけど、こっちがニャンニャンです。はい。さあ、また5人パーティーですね。はい。で、アンバースがいるってことは、ね、狙ってきたわけじゃないけど、アクアとかテラとかのつながりになるかもしれないね。まあ、ちょっと買い物があれば。合成はどうですか？ね、ダマスカスも手に入らないし、フローライトもゲットできないから。強化、ちょっと待って、新しい武器ゲットしてたんだ。これ、マークがさ、上のフライパンなんだけど。ラプンツェルの世界のね、武器ですね。すげえ、なんかアクセサリーに髪の毛でね、とフライパンがついてます。で、これも強化できないんだ。あ、魔法力が高いんだ。ちょっと変え、やめとこうかな。とりあえずこれかな。で、あ、新しい。料理が増えてる。ポワレ。おしゃれ。ポワレ。で、かぼちゃのブルーテ。うん。待ってね。あ、オーバー。ポイチをゲットするよね。レストラン行ってみようか。さあ、特に増え、あ、一個増えてんね。スープが。オードブルが一切増えないんだけど。はい、スープ。はい、卵。なんだ。スティックで広げて。はあ、ごめん、強すぎた。もう一回いける？よっ、と、ここ、はあ、よし、どう？まあまあかな。かぼちゃのブルーテ、あ、これめっちゃ美味しそう。これなんでさ、その皿の割に入ってる量少なめなんだろう。まあ、突っ込んじゃいけないのか。よ、少ないとは思うけど、でも量的にはちゃんとあるよ。少なく見えちゃうってだけでね。ここ。よーし、やったね。おお、プラス。オッケー。さあ戻りましょう。さあ戻ってきた、行きましょう。ブーを家に返さない。ブーをね。笑いフロアに急ごう。はい。さあ行こう。なんで棒読みなんだ。はい。でサリーはまあ元々はね、怖がらせ専門の社員なんですよね。この会社の社員なんですよ。でそのサポートするのがマイクの仕事ですね。扉を選んだりしてね。どっちだ。どっちか。待て、こういう時は大体こっちから行くべきなんだ。ここはアンバースが敵なんだね。なんだろうね。見えない。このでかいカエルがちょっと厄介ですね。オッケー。あ？宝箱。オッケー。他の社員はいないのかな？モンスターばっかりですけど。まあ、シャインもモンスターなんですけど。とにかくそれを送り返そう。あ、サムライト、サムライト。確かに前は人間の子供たちの悲鳴を利用してたんだけど、今は笑いをエネルギーにしてるんだ。
笑いの方が大きなエネルギーになるからね。ん？ん？にゃにゃ。ブーが気づかせてくれたんだ。へえ。笑いがエネルギーになるって僕たちの船と一緒だね。そうだと思うじゃもんね。やめろよ。またこいつら。なんてことだ。見ろ、ブーのドアが。まずはブーを。にゃんにゃん。今は遊べないんだブー。我慢しててくれよ。こいつらを片付けよう。うん。オッケー。てか他の社員はいないのか、この会社は。あ、悲鳴エネルギーが詰まった。悲鳴じゃない、笑いか。はい、倒していきましょう。ここの協力技なんだろうね。それがすげえ楽しみだよ。毎回そのワールドごとの協力技ね。ハイラ、あ、それもいいけど、はい、プレホース、オッケー、いいんじゃない？うえ、まだいる？いるね。地面、潜るね。こいつ一番でも弱いやつなんだよね。そのアンバースの中ではね。いい。いいんじゃない？カエル、あいつ苦手だな。カエル、ナメクジか。えい。なんか地下版的に釣られてんな。お、トゥインティーラッシュ。やることは一緒なんだね。シールドバッシュ。シールドバッシュ。静か。えい。殴れ殴れ。殴れ。捕まって。分かった。ドア倉庫に向かわないと。はい、じゃあこれ乗っていきましょうか。これに乗って、ブーのね、家の扉につながってるやつを探す。ん？家の扉を探すんですね。トラ、早くドアに捕まって、早く。はい、ブーのドア追いかけよう。オッケー。にゃんにゃんは？ねえねえ、ブーは？食べれない？ドア倉庫に行こうか。行こう。よ、いいよ。お、お、ブー、危ないからおとなしくしてて。ブーのドアを見つけた。いいことを思いついたぞ。